レスホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。この服はどちらで買われたんですか？これベトナムのインスタグラムで買いました。へえ、何ね、こういうのがあるの、刺繍じゃん。そうなんですよ、ここ刺繍で、結構こうがっつり刺繍とか入ってても大体1500円から2000円ぐらいで。へえ、おしゃれだね。思ったより全体的に緩やかだったので。そういうおしゃれなやつですね。緩やかなおしゃれですね。じゃあやっていきましょう。本日のニュースです。香港デモの悪化につき、40人のベトナム人学生が帰国。はい、香港にある領事館、領事機能を持つベトナムの出先機関がベトナム人40人を無事帰国させたというお話ですね。で、そうそう、学生がなんちゃらって書いてあるんですけど、っていうのも香港のデモが街中だけじゃなくて大学にまで、そうですね、そう入り込んじゃってるわけね。先日のその日本人のね、うん、男の子も大学生も捕まって拘束されて、でもその後解放されたんですけど、はい、ニュースになってましたね。デモがあっても、学校と病院は攻撃しちゃいけないみたいなのが、世界的な暗黙の了解なんですけど、ちょっと香港の場合は、それが。ちょっとバランスおかしい感じになってますね。うん、みんなその逃げ込んだ学生たちが、その、もう、もうもうと建物が燃やされて出れなくなっちゃって。うん、ちなみにベトナム、これベトナムエクスプレスから撮ってるニュースなんですけど、ベトナムエクスプレスではデモって書いてないんで、暴動って書いてありましたね。なるほど。まあ、同じ事情でもどっちの立場から見るかによって、民衆側から見たらデモだし、国というか、そうなんです。そっち側から見たら暴動っていうふうになるんでしょうね。この前、香港にデモに参加した人に会ったのが香港人なんですけど、ベトナムで会う機会があって、その子にデモに参加してたんだけど、危ないってことって家族がマレーシアに向かったのね、その子。デモに戻りたいって言ってたからね。あれね、あれらしい、やっぱ若者と、その年配の方でも、デモへの捉え方が違かったりとか、もするみたいね。なので、親は止めても息子はデモに行っちゃうみたいな。難しいですよね。このアイデンティティの問題と政治の問題、両方絡まってますからね。話ずれちゃうかもしれないですけど、アメリカで、なんか政府が香港を認めたじゃないですけど、なんかその、それで iPhone で、香港って打つと、旗が出るような感じ。なるほど。なるほど。僕そのニュース知らなかったですけど、全部繋がってますよね。なんでかっていうと、香港でも起こる前っていうか、トランプの前、習近平の前はアメリカと中国って仲良しだったの。クリントンと、あと中国側の江沢民っていうのが仲良くて、で、彼らが組んで、クリントンはアメリカで大統領になったし、中国は上海中心に、たくさんアメリカの投資をもらったり。で、その抜け口期間だったのが香港なんで、もう今、米中貿易戦争で、トランプと習近平が結構対立してるじゃないですか。それが香港で、どうにかできる問題とできない問題もあるんですよ。もう声を上げるのはいいですけど、安全第一の方がいいですよね。でもやっぱり命を起こさないでほしいですよね。そう。そういうふうに、個人の意見としては思います。はい、以上、本日のニュースです。今、話題なのが、U2 です。そうですね、魅力的な旅っていうタイトルのテレビがあるので、これで最近、日本各地を紹介しています。仙台、福島、九州も行ったし、で今度は北海道も行ってるし、という感じで日本各地を紹介する番組やってます。もしご興味ある方、ご連絡ください。以上、本日のベトナムニュースでした。ありがとうございました。はい、また明日。